今日のサラダの材料です。レタスが 48g、 キュウリは、85g、 それからトマト2つで 155g、 それからピーマン、これは 48g になります。あとセロリは 76g になります。まあ、全部合わせて 412g ですから、大体1日の摂取量を十分にとっているということですが、まあちょっと種類が少ないかなと、5種類ということになります。サラダボウル、前回ガラスを使ったんですが、今回はですね、この益子焼きのこういう形の、なんて言うんですかね、ボウルに入れたいと思っております。でも最初は、今日は洗ってありますレタスをちぎっていきたいと思います。まあ、こんな感じで軽くレタスを入れています。次に今キュウリの方は、板ずり、塩もみをした後ですので、それはあとは切ればいいだけなんで、ちょっと切っていきましょう。で、板ずりしたものはこういうふうに、切ったものはこういう形で入れていきたいと思います。で、その後に今度はこれですね、セロリはやっぱりね、7ミリですね。やっぱり野菜の中でも結構美味しい野菜の一つかなと思います。これもできたんで、簡単に。よし。それから次がこれですかね。これはピーマン。ちょっとやっぱり硬いな、これな。で、はい、トマトはね、美味しくないです。まあこういう感じですかね。まあ、今は一年中でもらってますけども、やっぱり夏の野菜としては非常に美味しい野菜の一つですよね。ということで、今朝の、野菜サラダ出来上がりです。これにあとは塩ドレッシングをかけて、食べるということになります。あと今日はこれからカスピ海ヨーグルトも少し食べたいなと思っていますので、200g ぐらい、200g で8キロカロリーなんで 200g を食べたいと思います。で、測るときにですね、ここでゼロを押して、で実際にその入れていく。200ぴったりですね。こんな感じでいきたいと思います。主食、これ今日パンですけども、食パンですね、8枚切りを使います。で、今冷凍してありますので、冷凍したものがこんな感じですね。で、これをですね、チンをします。今チンをしました。柔らかくなってます。裏返して、でこちらの方に、薄切りのハム2枚乗せて、それからあと、チーズですね、このチーズを乗せて、これを、今度はですね、トースターで温めてチーズを溶かします。そしてチーズが溶けた頃にちょうど出来上がりということにしたいと思います。だいたい130度のトースターで約5分間ということになります。あとは今日は簡単にインスタントの
これですね、オニオンコンソメ、これを使ってスープを作りたいと思います。で、今これにお湯を入れれば出来上がりなんですけども、パンの焼ける状況と合わせて、パンが焼き上がる頃にちょうどこれにもお湯を入れるというふうに考えています。2018年5月1日の朝食です。野菜サラダ、それからハムとチーズを乗せたトースト、オニオンコンソメスープ、それからもう一つがヨーグルトというと思います。全体ではこんな感じですかね。ではいただきます。